All right, welcome back to episode 7 of Zero Time Dilemma. I searched around for a bit, and I think I figured out the next plan of action, at least to get the next key. And then we'll see where we go from there. So if you look at this key, I feel like an idiot, but I found out you can do this. You're able to line them up. Oh, we got another room. Bottom one. What? Holy crap. I see a star. So look right through both and view the star. I have to have the camera equipped to look around. Woo! What? I'm assuming that's a piece. Oh, I have to wait for them to line up again? Woo! There we go. All right, and that's the last of the keys. Are they gonna make me put them all back in to re-listen to that melody? Because I'm assuming I have to put them all back on the keyboard and play it in that method order. Okay, it's not letting us hear that tune. Oh, thank God.
All right, one more. Working on it. I just need to memorize the order. Got him. Perfect. Woo! We did it. なんだ、これは。ボタンですね。押してみるか。バカ、文字が読めないのか、お前は。ワーニング、Do not press this ボタン。警告、このボタンを押してはならないか。だが、ならばどうすればいいというのだ。この部屋の中は一通り調べた。しかし、扉のロックを解除するためのものなど、どこにも。あと他に手をつけていないものといったら、このボタンだけですね。いいか、押すぞ。待て、早まるな。どうして？だから警告文が表示されてると言ってるだろうが。だったら何か。お前は部屋から出るなという警告文があったらずっとここに閉じこもったままでいるのか。こんなものはただの脅しだ。もしも本当に押してはならないボタンだったら、こんなところに出てくるはずがないではないか。罠だったらどうする。罠？押すなと言われれば押したくなるのが人間の心理。つまりこれは餌なんだよ。この警告文を表示することでゼロは我々にボタンを押させようとしてるんだ。それで押したらどうなると？何かよからぬ事態が発生する。よからぬ事態とは？誰か一人、もしくはここにいる全員が死ぬとか。バカな。あの、ちょっといいですか？もしもこれが私たちを殺すためのボタンだったとして、どうしてそんなものをゼロはここに設置したりしたんでしょう？だって変じゃないですか？私たちを殺す方法なんて他にいくらでもあるのに。その通りだ。バングルの中に毒薬を仕込んでおくとかな。わざわざこんなボタンを使って我々を殺す必要なんてどこにもない。ゲームなんだよ。ゲーム？ゼロが言ってただろう。ディシジョンゲームってやつだ。ボタンを押すか押さないか、その決断によって我々の運命が変わる。とにかくこのボタンを押すべきじゃない。押さなければ手詰まりだ。永遠にこの部屋からは出られんぞ。仮にそうだったとしても、人生が手詰まりになるよりははるかにマシだろう。平行線ですね。多数決でも取りますか？私は押すべきだと思う。私は押すべきではないと思う。ダイアナは？私は。Nothing's gonna happen if we just sit around.
Okay. I've been wrong in the past, and I'm wrong again. Let's try the same thing, but not pressing the button. Okay, I'm gonna fast forward to this on the stream. But if they keep talking, I may not. So we'll see. Diana, いいか。間違ってもすんじゃないぞ。ゼロは押すなと言っている。ならば、逆に押すべきだろう。ゼロは我々の敵なんだぞ。嫌な予感がするんだ。とても嫌な予感が。もしもこいつが次元爆弾の解除装置だったらどうする。その場合は押さなかった方がアウトだ。押すなよダイアナ。押せ、押すんだダイアナ。ダメだ絶対に。押せ。扉が開いた。ほらな、だから言っただろ。ボタンを押さずに待ち続けたから扉が開いた。それ以外に考えられない。いや、そうとは限らんだろう。仮にボタンを押していたとしても、同じように扉は解放されたかもしれん。やれやれ、強情だな、じいさん。とにかく外に出ましょう。グズグズしてたら扉が閉まっちゃうかもしれませんし。シグマさんって本当はおいくつなんですか？肉体は22、心の方はもう67年も生き続けている。67年？言っただろう。私の意識は2074年の未来からやってきたのだと。その時シグマさんは67歳だったということですか？本当はもっと複雑な経緯があるんだがね。しかし簡単に言うとそうなる。もしかしてファイさんも？ああ、確かにあいつも私と同じ2074年の未来からやってきた。だが私とは違って、あいつの心は若いままだ。確かまだ20歳ぐらいではなかったかな。つまり2074年の20年前、2054年に生まれたと。いや違う、あいつが生まれたのは2008年だ。え、でもそれじゃあ計算が。あいつは2029年の4月から2074年の1月までポットの中で眠り続けていたのだよ。ポット？コールドスリープの機能を持った装置のことだ。したがってあいつの人生にはおよそ45年間の空白期間が存在することになる。だからファイさんの場合は心も体も二十歳のままだと。だけどどうしてなんですか？何が？シグマさんとファイさんが時間を遡ってきた理由ですよ。シフト現象のことか。シフト？スペースタイムヒューマンインターナルフラクチュエイティングトランスファーの略だ。要するに人間の意識が時空間を転移する現象のことで。例えばそう、
さっきのボタンのことを考えてみてくれ。我々はあのボタンを押さなかったから今ここにいる。だがこの時空間のどこかにはあのボタンを押した場合の世界も存在するはずだ。この世界は、あるいは歴史は、瞬間瞬間の選択によって無数に枝分かれしていく。そこには別の君がいて、私がいて、ファイがいる。それら異なった歴史上に存在する肉体、そこへと意識が飛び移る現象をシフト現象というのだよ。にわかには信じがたいですが、事実だって言われても具体的なメカニズムを教えてもらわないと。なるほど、メカニズムか。一言で言おう。わからん。なんですかそれ。軽薄な物言いに聞こえたかな。しかしこれは45年間も考え続けてきた結論なのだ。シフトの方法は分かっている。だがなぜシフトが起こるのかについては。待ってください。今シフトの方法は分かってるって言いました。ああ。それって必要な要素は2つ。テンプの際と生命の危機だ。要するに生まれつき能力を持った人間が絶体絶命の危機に陥った時、シフト現象は起こるということだ。じゃあシグマさんとファイさんもその能力を。子供の頃、何度か不思議な出来事を経験したことがある。友達と釣りに行った時、私は誤って足を滑らせ真冬の湖に落ちてしまった。気がつくとそこは自宅のベッドの上。日付は翌日に変わっていた。私は学校へ行き友達に尋ねた。昨日あれからどうなったのだと。すると友達はこう答えた。お前と釣りになんて行っていない。約束はしていたが突然お前が断ってきたんだ。他にもある。車にひかれそうになった次の瞬間、学校の体育館に飛んでいたり、家の屋根から落ちた直後にスクールバスで目覚めたりな。もちろんその時は何が起こったのかわからなかった。ただリアルな夢を見ていただけだと思い込んでいた。だが今ならわかる。私はシフトしたんだ。別の歴史の世界へ。ところでファイはどこだ。あれ、いなくなってますね。さっきまでガブと一緒にいたはずですけど。現在の死亡者をお知らせします。 C チーム、カルロス、アカネ、ジュンペイ、 Q チーム、エリック、以上4名が死亡しました。よってこれより4つの X パスを公開します。ファイヤー、クラッシュ、ファイブ、アイス、以上です。そんな。4人が死んだったと。一体どういうことだ。処刑されたんだ。処刑？13時30分の投票のことですよ。あの投票のせいで C チームの3人が。いや、それはおかしい。あの時ダイアナが選んだのは Q チームだったはずだ。本当ですか？え？私は本当に Q チームを。何を言っている。覚えてないんです。あの時私がどっちのチームに投票したのか。バカな、ありえない。13時30分の時には記憶消去薬は打たれてないんだぞ。知っています。だけど。待ってくれ。もう一つ可能性があるぞ。もしかしたら3チームで票は分かれたのかもしれない。その結果どのチームも処刑されずに全員が生き残った。でも実際に。分かっている。
だから C チームが全滅した理由は他にあるのではないかと言ってるんだ。例えば仲間割れを起こして互いに殺し合ったとか。まさか、何を根拠にそんなこと。根拠はない、確かにな。だがそれを言うなら処刑の場合だって同じだろ。 C チームが処刑されたという根拠なんてどこにもないではないか。そもそも本当に死んだのかどうかだってわからない。そうだろ。どうしたんだ。とにかく C チームが処刑されたのは間違いないと思います。なぜわかる。わかるからわかるんです。ではエリックが死んだ理由も。それは、なんてことだ。嘘でしょ。誰が一体こんなこと。誰って、旧区画にいるのは。ミラと、それからもう一人。あ、これは停電というわけではなさそうだな。危ない。大丈夫ですか、シグマさん。ダイアナ、逃げろ。そんな、シグマさん置いてなんて。私が行っても足手まといになるだけだ。その傷。いいから行け。さあ早く、今のうちに。でもファイを呼んでくるんだ。急げ。どうしたんだ。シグマさんが、シグマさんが。あそこだ。シグマさん、シグマさん、しっかりして。ああ、ルナか。すまんな、ルナ。こんなことになってしまって。この歴史では過去の私が飛んでくることはないだろう。シフトの連鎖は断たれたのだ。したがってルナ、君がこの世に生み出されることは。何言ってるんですか、シグマさん。私は。いや、ルナだけではない。カイルもラゴモロフもみんなだが、これでよかったのかもしれん。歴史は変わったのだ。人類は、この世界は、きっと。シグマさん、シグマさん、シグマさん。
ダイアナ。辛い気持ちはわかる。あるいはお前よりも私の方が。だがここにいては危険だ。いつ犯人が戻ってくるかもわからない。その犯人って誰なんですか？このディーク閣には私たちだけしかいないはず。ああ、確かにそうだが、きっとゼロがどこかに隠れ潜んでいて。隠れる場所なんてありましたっけ？お前、まさか私のこと疑ってるわけじゃ。来ないで、近づかないでよ、人殺し。おい、待ったんだダイアナ。なんでどうしてファイさんがシグマさんを。ファイさんどうしたんですか？ファイさん、犯人にやられた。犯人ってゼロのことですか？いや、おそらく違う。あいつはゼロじゃない。じゃあ一体誰が。ここから脱出するんだダイアナ。私が死ねば死亡者の数は。何言ってるんですか、ファイさん。ファイさんは死にません。ごめんなさい、ファイさん。私いいんだよ。お前が生き延びてくれればそれで。なんで、どうして。ああ、なんだかいい気分だ。とても懐かしい匂い。現在の死亡者をお知らせします。 C チーム、カルロス、アカネ、ジュンペイ。 Q チーム、エリック。 D チーム、シグマ、ファイ。以上6名が死亡しました。よってこれより6つの X パスを公開します。ファイヤー、クラッシュ、ファイブ、アイス、ダッド、タイム。以上です。6つのエクスパス、これを入力すれば。Ah, crap, I don't remember all of these. Haha! That memo log. Crash.
What? Black nails? Looks like a Kane. Not Kane. Mira. What the fuck? Alright, on that crazy note, that's as good of a time as any to end this episode. Next episode, we'll be picking another section in Carlos's team. Alright, see you guys then.